段ちょっと入れ出して。はいはい。今日はリクテルさん、リクテル直子さんにおいでいただいてありがとうございました。オルタの以前にオルタにお書きになった論考で、はい、日本が震災を経験してですね、量的に拡大を図る社会が成熟した社会、成熟した社会に向かうべきだという、うん、主張をされておりまして、それ共感を持って拝見をしました。まあ伊江知佳によりますと、歴史を読むときにはまずそれを書いた歴史家を研究しようということになりますけど、まずリヒテルさんも最初日本の大学でおそらく卒業されて、それから海外に、そうですね。でまず私短いご経歴でちょっと拝見したんですが、はい、開発途上国で、そうですね。その仕事を通じてですね、はい、今、まあ、オランダという一番、社会的政治の点から見れば先進的な社会に暮らしてらっしゃる。簡単にその辺も自己紹介的にですね、なぜこういう考えに至ったかというバックグラウンドをまず見て伺って、はい、その次にですね今回来日されて、はい、いろんなところで ご講演をされたり、あるいはまたお書きになるのではないかと思いますが、その中でどういう点をですね、うん、特に強調しようとして考えておられるか、うん、その点をちょっと、はい、その2点を最初にお話しいただければ、はい、あと横田さんをはじめ、はい、皆さん方論客が揃っておりますから、また質問なりさせていただくかもしれませんけど、はい、ちょっと簡単にまず最初にそのまず経歴と今回の意図ということですよね、はいはい。まあ経歴ってもう本当に行き当たりばったりの経歴なので、なんとも恥ずかしいんですけども、最初私は教育学ということで修士課程まで比較教育学というので外国の教育制度をやってたんですけど、まあ、当時ちょうど東南アジアが開発し始めて日本からの協力体制というのが入り始めてた頃で、まあ、そうとは言ってもまだ日本に対して交流があんまりあったわけではない、そういう時代だったので、最初まあ、それまではヨーロッパの教育、特にイギリスの教育をよく強くやってたところが、まあ、比較教育研究所という九州 の、まあ、比較教育の発祥と言われた大学なんですけど、そこで東南アジアで研究が始まって、まあ、私自身も大学1年の時にイギリスをはじめいろんなヨーロッパを回ったんですが、ちょうどその時っていうのは第一次石油ショックの後で、ちょうど斜陽になりかけてたんですね。だから日本がぐん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 伸びている時に斜陽になり始めたヨーロッパを見てですね、なんかこれはちょっとあまり学ぶところがないんじゃないかなって、当時はそういうふうに感じたんですね。そして東南アジアに今から生き生き若々しい国に行ったというのが最初の始まりで、そこにたまたま来てたのがうちの主人の農業開発ということで、灌漑用水路を引いてたというのがオランダ人国連で働いてた主人なんですけど、まあ、その後本来なら帰るべきところを帰らずに主人と共に、その後まずケニアのトルカナっていうところに行きまして、それこそ水も電気もないところに行って暮らしてみて、そしてその後コスタリカに6年、ボリビアに6年ほどおりました。で、まあケニアで見たことはまさに西洋の技術がいかに使い物にならないかっていうことを目の当たりにしたっていうのは、まあ極端そのエッセンスを言えばそういうことで、それから中米南米に行って驚いたのはアメリカの裏庭って言われた国の人たちが非常にアメリカにしてはっきりとした批判的な態度を持ってたと、かなり共産的な勢力っていうのもありありと見えるような状況のところで、それは非常に驚きでした、私としては。なぜならば日本と同じようにある意味ではその西側にずっとついてきた国なんですけど、やっぱそこの中で起きてるゲリラ戦だとか内戦だとかっていうのを経てですね、やっぱ人々の間に非常にこうそういうアメリカに対する批判意識っていうのがしっかり根付いてる国だなって、まあ、もともとスペインの征服を受けたというそういう年でもあるわけですけど、それがかなり衝撃的だったっていうのが、一言で言えば大きなことかなと思います。でまあ、そういう国で15年ぐらい、ケニアも含めてそういう開発途上国を15年ぐらい経て、今から16、7年前にオランダに戻ってきたんですけど、
するもある意味では西洋の斜陽を終えてですね、あの60年代70年代の苦しかったあの第一次石油ショック以後の斜陽を経、なおかつ以前 の, その非常に怖い脅威の敵であったソ連もなくなり、いわゆるあの米ソ対立がなくなった、冷戦対立がなくなった後の、しかも何ていうのかな、その第一次石油ショックが終わっていろんな意味でその脱産業化、脱近代化という意識が高まってある程度時間を経たヨーロッパなんですよね。でそこでオランダっていうのはそういう意味では非常に先進的なあの国なんだなっていうことが分かりましたし、あのもちろんそれまでの間に主人とずっと交流してる、あの一緒にいるわけですから、いろんな違いを感じながらも見てきたわけです。だから非常に衝撃的というよりもそのある程度予想して帰ってきたんですけど、まあ、そこで一番目についたのはやっぱりあの、非常に月並みなんですけど成熟した市民社会、非常に月並みだと思います、どこでも言われる。じゃあ成熟って何かなって言ったら、成熟した社会なのかそれとも成熟した人間なのかっていうことですね。価値意識の方なのか、やっぱり社会っていうのはただ単に社会っていうのが概念としてあるんじゃなくて、そこの中にいる人間が価値意識を変えていかなきゃいけないっていうことをすごく感じて、まあそれ以来ずっとオランダで子どもたちと育てながら見てきたのは、ここであの教育そのもの、子どもを育てるっていうことがその次の社会にどれだけ大事なことかっていうと、人々が非常に強く意識してる。その中で何かポイントになってるものが全部日本の社会から見てると全部裏返しなんですね。ありとあらゆる意味で、ありとあらゆる意味で裏返しで、その裏返しの後ろにあるものは何かなっていうふうに考えたときに、やっぱり確固とした人権意識とか確固とした市民意識という、ね、それがやっぱりね中心にあって、経済だけの目的ではない、その向こうにある本当に社会発展というのは経済発展だけで終わらないと、経済発展が終わった後に本当の社会発展が始まるんだっていうのは本当しみじみにこう自分の生活経験を通して見えてきた。そこの部分をなんとか日本の人たちに見てほしい。経済発展も終わった、戦後の民主化もできた、だけどここまでだっていう閉塞ではなくって、実は今からなんだって、今からこの経済発展ができたこのベースがあるからできることが今からあるんだっていうふうに考えてほしいなっていうのが私の今回の、帰国の中でも強調したい点ですし、未来はやっぱり子どもから始めなきゃいけないっていうか、むしろ教育の話をしてるとよく教育改革っていうのは社会がダメですからねっておっしゃる方がすごく多いんですけれども、それを待ってたんじゃ間に合わないと、むしろ教育を変えるっていう そこに関わる大人が自分が変わらなきゃ本当の市民意識の高い子どもは育てられないんだなっていう意識を持つことで自分が一緒に変われるって、それが多分社会変革の第一歩なんじゃないかなっていう、そういう話を、まあ、夢のような話ですけど、あの皆さん共感していただく方が一人でも増えたらいいなっていう、そういう気持ちで今回帰ってきてるということです。よろしいですか。というのは市民社会の政治をなくして社会は変わらない、うん、ちょっとこう入ってるか大丈夫かな、まあ、そういう意味で生活クラブ運動は女性たちの運動ですから、うん、女性たちが市民になるということを追求してきたんですが、思うようにいかないですよね、うん、何なんでしょうか。だけどビフテスさんの話の方が響くようになったですね、最近ね。そうですか。私の話はね、あの加藤さんに言わせると、難しくて省略が多くて、ね、なかなか響かないな。あと分かれるのかな、ずっと言ってる。まあいいじゃん、まあ、そういう意味で、あの先ほどの話で、はい、ネットの人たちが、はい、これ非常に接する力が強くなった。そうですね、ある種この間のこの日本の政治の力が、うん、非常に弱っていて、うん、要するに政党が分解傾向、うん、あ、もう本当にそうですね。で、どちらかというと、うん、オールライト政治の軸がね、うん、中道がどこだか分かんないというそのものなんですが、聞くところによるとヨーロッパもオランダも多党化現象があって、うんうん、
政治の整合性っていうのはあまりないけれども、うん、市民社会は、とうとうとこう、ずるずる的に動いて、なぜかって、これがよくわかんないですね。ああ、そうですか。私の方からよろしいですか、質問して。あの、市民社会の基本というか、市民の基本は選択できる自由だっていうことなんですね。選択できるかどうかっていうことだと思うんです。で、そうすると多党制っていうのはそういう意味では非常に市民社会の合理的な話なんですよね。で、そういう意味では70年代にあのヨーロッパ社会っていうのは若く生たちとか知識人が入ってきて運動し始めて、あの時代に非常にたくさんの政党が生まれるんですね。まあ、日本にもそういう時期がちょっとあったような気がするんです。参院選なんかであった時期があると思うんですけど、だから高齢者党とか農民党とかいろんなできたのが70年代なんですね。で、その時にそれぞれ自分に合ったものを選ぼうっていう。で、それから、まあ、時間を経ていくと同時にかなりこうイデオロギー的にもそれぞれが練れてきた。で、それはなぜかっていうと比例代表制という形で一体全く一票の差が それなりに認められるっていう前提があってできてきたんだと思うんですね。でもちょっと他のところで話をしてきたんですけど、今日本で比例代表制やったって政党がイデオロギーも言ってないからダメでしょっていうふうな話を言われたんですが、私はむしろ逆だと思っていて、これ卵が先か鶏が先かの話で、比例代表制をきちっと定めて、あなたたちには一票きちっとした価値のある、あの平等な価値のある勇気があるんですよっていうふうにやれば、それを受け止める比例代表制でとにかく票で稼がなきゃいけない、ポピュリズムではなくて票で稼がなきゃいけないところはイデオロギーをはっきりさせていく以外にないはずなんですよね。で、今 そのアメリカとかヨーロッパを見てても日本を見てても保守派と革新派の差とか、あるいは非常に右翼のグループとか、そういうの あの割合というのは多分あんまり変わらないっていうのが私の感覚で、たまたま日本の場合にはそれが全部小選挙区制のために全部勝っちゃう仕組みになってるから、だから有権者が政治にもうあの関心をなくすんだと思うんですね。だから比例代表制もちろんいろんな問題ありますけれども、その票の価値っていうのは非常に大事なことじゃないかなと。これがないとあの小選挙区制で地域の問題、非常に個別の問題、社会全体、日本全体の問題というよりも地域の小選挙区の問題にポピュラーなそこで人気のあることで票を取っちゃうっていう仕組みは変わらないと思うんですね。非常に大きなネックだというのは私は感じます。まあ、そういう点でいうと、うん、民主主義の質なりレベルになって、うん、で政治がこう民主主義を教えるかのような日本の仕組みですよね、うん、はい、政治の実態は形式化し形骸化していて、うん、民主主義ってのは問題解決の手段のはずであって、うん、はい、社会的に訓練され社会的民主主義が成熟しない限り、うん、おそらく政治的民主主義も成熟しないだろうと、これは私の論なんですがね、はいはい、で社会的民主主義をこの概念言葉すらね、うん、日本であんまり全くその通りですね、してないですよね、で社会運動はたくさんあって、はい、で政治社会に市民社会のムーブメントをつなぐ中間組織もそれなりにあるんですが、ほとんどはこの失われた20年の中で既得権益に群がって体制内化してしまったという、ね、はい、そういう傾向はおそらく EU の、まあ、いろんな国ありますけども、うん、例のサッチャー、レーガン、ナパソネのリーダーシップの中でね、うんうん、いろんな発展してるんだろうと思うんですが、オランダの場合には何つったらいいんでしょう、今 EU に現れてる傾向が どこにオランダがいるのかみたいなのは見えてこないんですよね、うん、でその政治社会と市民社会の関係がそこにある民主主義の問題としては異質なのか、うん、あるいはヨーロッパ一般のいろいろ思ってるのか、それちょっと、うん、あのまず民主主義の問題、2つあると今おっしゃったことがあって、民主主義という概念の問題と、もう一つはヨーロッパがどうそれに取り組んでいるかって2つあると思うんですけど、民主主義っていう言葉は確かに日本では非常にいい加減
あの日本のウィキペディアなんか見てもと思うような感じがすることを書いてあったり、民主主義という言葉を発するだけであなたは左翼でしょみたいな雰囲気というのはずっと続いてきたと思うんですね。だからみんな主義という言葉のためにみんな騙されてきた。主義があるために自由主義と社会主義と共産主義とそれに並べて民主主義を見てるっていうところすごく強いと思うんですね。これ英語に変えるだけでコロッと実態がわかる。民主主義はデモクラシーですから、クラシーっていうのは統治制度っていうことで、あの独裁制とか全体主義体制とかいう体制の問題ですよね。だから民主主義っていうのはそこに 法律をベースとして人々が決めるというデモクラシーが上にあって、そのクラシーの中にいろんなイズムがあるっていうことですよね。ソーシャリズムあり、で民主主義は決してイズムではないのに日本ではそこが混同されてて、この民主主義はイズムなのかって思ってる人がものすごく多いと思うんですよ。これ単純に英語をやるだけで分かる問題なんだけども、それあの大学生なんかに聞いても、あのイズムのつく言葉って何があるって聞いても出てこないですよね。リベラリズムとかソーシャリズムっていう言葉は出てこないんですよね、普通大学生で。じゃあデモクラシーなんていうのって言ったらじーっと考えてるっていうのはそんな感じ。それはすごく貧しい、あの社会の基盤として貧しいことだなってすごく一つ思います。でそれに対して今度は今おっしゃってたヨーロッパの中でオランダがどういう位置づけにあるかなんですけど、ヨーロッパ連合ってもともと非常にあのその戦争で2つの大戦を経てあの破壊したことに対して、あんな無駄をして悪かったと、あんな無駄はないと思った人たちが集まって、こんな無駄を二度と起こしてはいけない、しかも大陸で起きた戦争を起こさないためにどうしたらいいかっていう、で最初に手をつけたのが石炭と鉄鋼なんですね。石炭鉄鋼を共同させると、そうすることによって武器生産をするところが国を越えてつながると、そうすると武器生産をしなくなるじゃないかっていうのがヨーロッパの始まりで、その鉄鋼があって一番大事なところがベルギー、ベルギーとオランダとルクセンブルグがもう中心になって、そこを中心としてドイツとフランス、そういった国々に入りながら徐々に膨らんでいったというのもヨーロッパ連合ですね。ただ現在のヨーロッパ連合を見てると、だからそういう意味ではオランダというのは常になんかやっぱり模範的なことをやらなきゃいけないという意識は非常にあるんです。だからそこに例えば移民が入ってきて、このデンマークと同じように右翼にこう動いた時でも、そういう議論の戻し方というのは必ず出てきます。自由民主党とか、オランダの自由民主党は日本の自由民主党に比べてはるかにはっきりとリベラリズムを打ち出してますから、そういう意味では本当の意味でのリベラリズムですよね。だからこの人たちというのはあの体制そのものがアメリカに比べてヨーロッパで非常に社会民主的な体制ですから、その中であのはっきりしたリベラリズムの体制を取るというそういう立場です。ただあのヨーロッパ全体の中でじゃあ見たときどういうふうに見えるかっていうと、ヨーロッパっていうのは大体大きく分けて北欧型と、真ん中にあるドイツ、フランスというのはギルド社会型の国、つまり商売とか業種組合が非常にこうしっかりした基盤を持っている労働組合が強いグループと、それからカトリックが強くって、そのカトリックの序列的な体制というのはもう人々の意識の中にはっきり打ち込まれているので、フランスなんか特にそうなんですけど、あの国はやっぱ日本と同じように官僚がすごく力を持ってる、エリートが非常に強い力を持ってると、このフランスの体制というのはやっぱりカトリックのあの体制があるからなんですね。それに比べるとオランダ、ドイツ、この辺りの国というのは非常にフラット、非常にフラットな意識が強い、企業家組合もギルドもあるけど、それに対抗する業種組合というのがしっかりと存在しているという、そういう国なんですね。でじゃあ北欧、有名な北欧はそれに比べてどうかというと、北欧はユニバーサルに福祉国家にやっていくっていう非常にこう豊かな国が多いんですよ。どの国も資源があるから、その福祉を賄えるっていう前提が今まであった、これ崩れ始めてますけど、でオランダはその資源のない国なので、北欧に比べると資源がないんだけど商売でここを支えなきゃいけないっていうんで、そういう意味では非常に北欧型の福祉を理念としてやりたいんだけど、それを展開するためには市場原理を使わなきゃいけないっていう、非常にこう規制をかけた市場原理を使っている国っていうのは非常にこう特殊なものを持ってます。それに対してはイギリス、アイルランドのようなアメリカインアングロサクソン的な競争原理っていう国がまたある、そういう立ち位置じゃないかなっていうふうに思います。最後に一言だと
や、あの勉強させていただいているばかりです、ね、お話は非常にもっともだと思うんですけれども、今おっしゃった民主主義というか、デモクラシーというか、私、ずっと昔にイギリス労働党の議員さんで老客だったストレッチが書いてるのに、民主主義というのは、いいことをやるには適さない制度だと、はいはい、それから、はい、同時にしばしば間違いを犯すと、はい、で考えてみれば、その戦後の第二大戦後の戦争というのは、朝鮮戦争を除けばみんな民主主義国家が始めた、はい、で確かにね、いいことをやるには適さないし、間違ったことをしばしば正確にだけれども、はい、犯した過ちを改めるのには、これほどいい制度はないです。そうですね。これに勝るものはない、はい、だからやっぱりそのヨーロッパであれだけ何回も戦争を繰り返しながら、はい、それを克服してくれたのはまさに私はその民主主義の良さが発揮されたということだと思うんだけども、はい、でオランダは今お話なんかで興味あったのは北欧とその中東と、はい、そう今のようなこう征服社会って何年頃からそういうふうに定着してきてるんでしょうか。これは70年代以降ですね、はっきり言えますけど、うん、私はね、もう一般20年以上前なんて、はい、もう、その時オランダのそれ以来は言ってないんだけど、一緒に食事したらウォーキングランチだっていうね、はい、で世界中でウォーキングランチをやるのはアメリカ人とオランダ人だけだって言うからね、日本人もそうやるよと言ったんだけども、もうやっぱり食事を楽しむというフランス人の方がこう異質のそういうあれ昔はあったんですよ。オランダ人は食事全然楽しまないカルビニズムの国ですから、だから禁欲というのすごくはっきりしてて、食事なんかで楽しむのは恥ずかしいことだっていうのはすごく強い国なんですね。でそれはまさに保守政治とすごく続いてて、戦争が終わるまで非常に保守的だったんですよ。でヨーロッパの中で一番保守的だって言われてたんですね。で そのためにその黒いストッキングを履いたようなカトリックのプロテスタントの人たちが懇外交渉しているような人たちをものすごい罵倒するとかですね、そういう非常に非人間的なことを教会という名目の中でやってきたということを60年代に他のヨーロッパが非常に批判するんです。なんだ古臭い国はって。で それと同時に戦争で被害を受けて生き残ったユダヤ人が自分たちの国を変えなきゃいけないっていうんで大きく変わったのが70年代です。だから非常に古いところからガーッと大きく変わったという非常に特殊な国です。よくわかりましたよ。こういうちょっとベルネック三国って言ってもね、みんなそれぞれ、はい、違うしね。そうですね。面白いなと思って、今日お話聞いて確かによくわかる。どうもありがとうございます。伊田さん。はい。私なんか、はい、最近年を取ってきて、その医療、いわゆる週末の医療のことについて非常に自分なりにいろいろ考えさせたりしなきゃいけないことがある。それを今日お聞きしたかったんですけど、今ちょっと伊田さんがおっしゃった教育の問題ですね。はい、私は若いうちや大学から大学に大体12、3年教育僕は学校教育をやったんですけども、はい、で特にソビエト教育学を、でソビエト教育に何で入ってたかって言いますと、日本ですとその何か罰を加える悪いことをすると、あの頃の学校教育っていうのは便所掃除をやれと、トイレ掃除って罰としてやらされたんですね、ところがまあこれ本当かどうか分かんないけども、ソビエトでは何かいいことをするとあなたに労働を与えましょうと、トイレ掃除をしなさいと、あなたにトイレ掃除としての賞を与えますよという、これはすごいなと思って僕はロシア、ソビエト教育学をやったの、はい、まあ、それからずっと学校教育をやってきて、まあ、日本の学校教育当時マルクス教育学全盛ですから、はい、貧困からの脱却というのは全て解決するんだみたいなことで、それで何も学校教育解決しなかったんで、当時の教師たちみんなここで学校に行っちゃったわけですね。で今ちょっとお話になられたその学校教育の中での人権意識とか社会意識っていうのはのをどうして芽生えさせるのか、そういう試みがオランダの中で行われて、実際行われているかっていうのをちょっとお聞きしたい。それはもうオランダの教育制度の非常に特徴的なところでですね、もともとは保守的なグループから始まったものなんですけど、
よくオランダのことはプルーラルソサイティって多元社会の典型だっていうふうに言いますよね、リプセットなんかよく。要するに日本みたいに宗教がこう非常に寛容な宗教だとわからないんですけど、やっぱり唯一神の宗教だと非常にこう自分のところが正しいとか自分の教会が正しいすごく持ちますけど、オランダの場合ライン川を境にしてカトリック圏とプロテスタント圏があって、しかもそうでない自由主義者っていうのが16世紀ぐらいからしっかりといたので、どの一つをとってもマジョリティがなかったんですね。だからマイノリティばっかりが一緒にいる国というのがずっと前から続いてるんですよ。中上型社会とかそのそうです、はいはい、でそれがある時期にまたナポレオンの後にフランス革命が起きて、非常に王子社会から中立型のフランスが今のフランスのそのままなんですよ。そういう社会が学校教育を始めた時に、今でもありますけど、村ごとに教会の横には必ず公立の学校を建てると、でそこでやり始めたのが中立の学校教育だったんですね。でそれにわずか20年か30年の間にプロテスタントの人たちが、なんでだと、自分の家庭でプロテスタントで教えてそういうことを教えることがなぜ認められないの、私たちは国民であると、国民であるのになぜそれがいけないんだという議論を起こして、90年かかって教育の自由というのは立ち上がる。それが1917年ですね。憲法が変わって自分たちの考え方でやって、私は国民なんだから自由じゃないかと。で私立の学校7割ありますけど、みんな公立校と同じようにお金をもらうんですね。で公立の方はお金をもらうんだけれども、その何かっていうとセーフティーネットでしかない、自分で選んで行ったんだけど受け入れてもらえなかった子が必ず行けるためのものが校なんです。だからオランダにおける校っていうのはオープンバールって言いますけど、受け皿なんです初めから。で日本の校っていうのはやっぱり館なんですよね、ずっと。その違いがものすごくあると思います。だからそれがあるから、やっぱりその初めから憲法として自由っていうのは自分が自分の方でも選ばなきゃいけないっていうのが前提としてあって、フランス型の自由っていうのは引くんですよね、中立に。自由っていうのは色をつけないっていうのがあるんだけど、オランダの場合も初めから自分は何が欲しいかと、私はプロテスタントなのかカトリックなのかそうじゃないのかって選ばないと、学校すら選ばれないっていう、そういう社会があったってことです。でこれはもうものすごく大きいことで、政党を作る時にもこれがベースになってるし、この学校問題がベースになって政党ができていくんですね。それがだから90年間の政党の中で出てきて、共産主義が来た時に法律の問題とか労働者の問題が入ってくるんですけど、基本はその流れで来てる。だから先生がおっしゃった学校教育の中身で個人を大事にするのはどういうものかっていうのは、まず前提として選ぶというところで個人はしっかりとあるんですけど、そういうベースがあったので、よその国でたくさん始まった1900年の初めのオルタナティブ教育、今回オルタのあれですけど、まさにオルタの教育制度っていうのは自由学園のようなもの、それからダルトンっていうトットちゃんの行った学校のようなもの、ああいうものが世界中でブワーッと出るのは、都市化とともに労働者が都市に出てきた時に始まります。共同体が崩れて都市で環境の悪いところで子どもたちを育てなきゃいけない時に、どうするんだって、共同体どうするんだって言った時に出てきた教育を全部吸収したのがオランダです。それがすごく作りやすかったんです。私立の学校でも国からお金がもらえるので、でそういう学校がじっとあったのがずっと来てて、70年代に古いキリスト教社会がガーッと崩れる時にバーッと広がったのが、そういうイエナプランであったりダルトンであったりって、その学校がものすごい勢いで広がって、それと同時に初等教育が変わって確立から個人なんだっていうことを70年代にはっきり打ち出していく、そういう流れを。その時に今おっしゃってふと思った、ビゴツキーの影響がものすごく大きいんです。ビゴツキーっていう教育学者がいるんですけど、この人は発展近接領域といって、子どもの発展というのはある発展というのを確かめた上で、そのすぐ次のことをやらせなきゃいけないっていうことを言ってる人ですよね。このビゴツキーの影響はものすごく大きくて、未だにそういう、だから個人個人を発達させようと思ったらこれがないとできないんですよね。その影響は脈々とあります。話は尽きないんです。まだ特に日本とオランダのあれを比較してリヒターさんが論じていらっしゃるけど、労働の分野ってまだ大きな分野が残ってるんですけど、これまた次の機会に論じてもらって、今日は一応カットして、まだもう少し、もう少しまだいい、もうちょっと、教育はね、労働っていうのはこれ2つの大きな分野がある日本で、
あのオランダはあの国際労働運動で非常に貢献度が高い国なんですよね。ああ、そうです。国際労働組織も人材をたくさん出してますね。まあ、おそらく北欧とオランダが一番同一労働同一賃金という考え方が徹底している。同一労働同一待遇ですよ ね、ちょっと広げて言えば、まあ、そう、まあ、はい、あの同一賃金労働あの同一労働同一賃金というのは原則であって、その適用というか解釈が随分変わってきてますけども、はい、それからあのオランダと北欧の場合は労働時間短縮に進んで、そして労働生産性が非常に高 高いです。日本は非常に低い、はい、で日本人は働いているにもかかわらず低い、うん、はい、こういうところはどういうふうに私はですね、そこら辺は皆さんよくおっしゃるのは、日本人あんなに一生懸命働いているのにオランダ人の方が高いんですかって。私はそういうことではないと思うんですね。多分企業そのものの生産効率の出し方が、結局人材を使わなくてもできる分野に今本当に言うと移っていってると思うんですよ。今あのよく言われているのは、産業革命というのは3回あったと言われるんですね。第一次産業革命、第二次産業革命、第一次産業革命で農村の人口を工場に移して人間の力を使って大量生産を始めたと。第二次産業革命でオートメ化が進んで大量生産の分は機械がするようになった。それ以後確かにこの 2,30 年の間というのはサービス産業がものすごく巨大化しているわけですよね。だからサービスで人間がやらなきゃいけない部分がいっぱいあったんですけど、今これがあの IT 化とかデジタル化によって、この第三次産業すらも人間がいらなくなっている時代が今来ていると思うんですね。でそれを使って企業が活動し始めれば、実は人間が人件費高くしてそれを取るよりも、その生産量全体に対して税金をかけて、その働く人たちに必要な部分だけ働かせて、あとは社会に関した方が効率的だっていうふうに、それが実際に社会として動いてきてると思うんです。オランダもそれを実際に見せてる。でワークシェアリングの場合にそれははっきり言えてて、例えばお父さんが週に1回休むと、でお母さんが週に2回休むなら、週に3日間は保育費がいらないんですね。だから昔は福祉国家が税金でやらなければいけなかった部分はもう自分で自前でやれると。で昨日ユニセフの幸福度の調査がまた出たんですけど、また2007年の時21カ国中1位だったのが、また29カ国中1位なんですよ、オランダの子どもたちの幸福度。その背景にあるのは、この親と一番よく話してるっていうのが典型的に出てきてるんですね。ということは、人間が労働者として機械になって働く部分が本当は技術発展でいらなくなってるのに、わざわざ働かせてるのが日本だと思うんですよ。もっとそれを働かせずに、全体の企業が生み出したお金を税金として何らかの形で社会に還元する、そして労働者を家に返すことでそのお金を回していった方が本当の意味での成熟した社会になるはずですよね。でよく言われるのはライフ・ワーク・バランスと言われるんですけど、私はライフ・ワーク・バランスのライフの中にいろんな種類がある。もっと学び続けると、生涯学習の部分、子供を育てる、遊ぶ、余暇を持つ、もう一つは社会参加っていうのがあると思います。地域に対する貢献、から新聞を読む時間、議論する時間、これがないと市民育たないですよね。成熟するためには働くっていうことをやめて、だからよくテレビ局の人たちなんかやってきて、森下さんすみません、スポンサーがいるので出せないんですよみたいな話をよくされるんですけど、本当はオランダ見て分かったでしょって、本当は企業人である前に、何々テレビの社員である前に、みんなまず市民でないといけないわよねって。オランダ人は多分みんなそういうふうにまず市民だと考えてると思うわよっていうふうに言うんですけど、そういう社会が本当に目指すべき方向なんじゃないんでしょうかね。オランダ見たら本当にそういうふうにこうしみじみと感じるんですよね。そういう素晴らしい教育内容ってやっぱり市民社会の中から生まれてくるわけですか。だからリーダーシップを取って、だから本当不思議ですよね、あれだけの勤勉なカルビニズムの働け働けって言われたあの人たちが休むことが大事だっていうふうになったっていうのは本当に革命っていうか、まあ、それ本当に市民の中から生まれてる、市民の中からです。国が命令してるわけじゃない、それはやっぱりユダヤ人たち の市民として働き続けること、だから真面目に学校でやるとか真面目に社会にやることが、その社会の今持ってる価値意識をに組みすることになるっていうことですよね。あの時代に流行った
あのブラジルの教育学者でパウロ・フレイレっていう有名な人がいますけど、彼なんかはリテラシーっていう言葉を言い始めた最初の人で、ブラジル の村の人たちにブラジルの標準語を教えるんですね。で、その人たちが自分たちの言葉で、自分たちがいかに何も知らないでこの社会の在り方に組みしてきたかっていうことを気づくっていうことを言うんですよ。すごいもう あの時代にものすごく人気を博すんですけど、社会で それがまさにリテラシーの問題で、教育というのは社会を読み取るために教えるものなんだと。それはもう今の学校教育アランダではしっかり根付いてます。その中に価値観の大きな転換があったように思うんですよね。でそれは労働というのは賃労働だけではなくて、アンペルワークなり、うん、そのコミュニティを、まあ、僕が勝手につけてる、うん、中間的なコミュニティワークがあって、うん、そして賃労働以外の領域というのは、うん、お金じゃ買えない価値を生む労働をしてるわけですね、うん、はい、そのお金で買えない価値を豊富化して、はい、そして分け与えるというのは、先ほどから言われて教育の内面、うん、中身だというふうに思うんですね、はい、だから自由時間の増大をやっぱり価値として捉えるね、一つの民族性というか、それが非常に高いんではないか、民族性民族性じゃない、民族性じゃない、社会派ってだからどの人間にもあり得ることだと。だから例えば、日本にないんですよ、民族性じゃないだ、その例えばイエナプラン、私はイエナプラン大好きだから、すぐイエナプラン出してしまうんですけど、イエナプランで学校の中の活動をどういうふうに分けてるかって言ったら、仕事っていうんですね、学びのことを、仕事と遊びと、催しと仕事と対話っていうんですね。でこの4つが転換していく。なぜそうかっていうと、人間っていうのは本当はこの4つの活動を普通の大人たちがやっているべきなんだと。対話をするってことは社会性を持つで、仕事をする、そして遊ぶで、催しは共感なんですね。一緒に喜怒哀楽を共にする。で、あの時代にミディアのプランだけではなくて、学校の中の遊びの教育的意義もものすごく言ったし、それから有名なホモ・ルーデンスですけど、ユーモア、遊びに、人間と遊ぶものだっていう言い方をする、そういう文化が、意識っていうのものすごく社会に広がったんですね。だから60年代、70年代にフランスやドイツがもうガーンと学生運動でぶつかって、ものすごい勢いでぶつかるんですけど、オランダ人はそこをユーモアですり抜けてるんです。ぶつかりながらもユーモアで相手を笑い物にしていた、警官を笑い物にするとか。いや、加藤さんの結びの言葉で締めくくりましょう。僕が今日さっきも話した私の老いになるんですけど、そのオランダ人と、はい、結婚してて、オランダに住んでて、あ、そうですね、まあ、その親がね、老親なんで、まあ、彼はその長男なんだけど、はい、まあ、もう帰ってこないのかなんてね言ってたんですけど、僕も最初はね日本にいたらなと思ったんだけど、そのオランダの生活のこと、うん、子供の教育のこととか、うん、いや、その彼女はね、うん、介護職かなんかやってて、だから週に2日とか3日で、ね、乗馬を楽しんでいてね、うん、で子供も、まあ、女の子2人なんですけど、1人は、まあ、日本とのコミュニケーターになるっていう、1人はお医者さんなのかな、なんかもう明確にね、はい、この目的をちゃんと持って育っていてね、はい、それで、まあ、伊勢さん の本を読ませていただいてオランダのことを聞くとね、これは帰ってこない当然だと、まあ、帰ってこない方がいいんじゃないかっていう最近は思っておりますけどね、そういう実感的にそのオランダこう触れて、お話を伺ったり本を読むと非常によくわかる。どうもありがとうございました。いや、いい話だ。それじゃあ、食事を始めるか。そうしましょう。うん、そして、あとはこうね、はい、フリーでどうぞ。
いや、そういう仕組みが社会の中から生まれてくるってすごいね、やっぱり。あ、飲み物どうするんですか。いい、紹興酒でいい。あ、どこですか。紹興酒、紹興酒を飲み物にいいですか、紹興酒で。あ、皆さん、じゃあもうほんの少し私。紹興酒。紹興酒もじゃあ、1本の、あ、2本の。